館出雲と加賀の大規模改修工事が進む中、F-35B 戦闘機納入まであと少し、配備先は新田原基地となり、南西諸島強化が進む日本。今回は、護衛艦ヒューガや、伊勢に、なぜ注目が集まっているのかを詳しく深掘りしていきます。ドローン空母が自衛隊にも必須となりつつある現代。まさに、次期空母は、空を飛ぶ空母になるのではと考えるのは私だけですね。中国の国内景気は最悪で、世界の企業も撤退、中国は国内から崩壊していくし、日本の処理水問題は、ムカつく、海産物食べよ。海上自衛隊は、初の航空母艦の建造を計画し、2000年代に、ヘリ空母のヒューガ、ガタが登場した後、より大型の出雲、加賀というヘリ空母を進水させた。これらの艦船は、海上自衛隊の顔となり、固定翼機を運用する能力を持つ空母として、自衛隊の歴史に名を刻んだ。空母の改造は、航空機との連携能力を向上させ、海自の対戦哨戒能力を大幅に強化した。出雲、型ヘリコプター搭載護衛艦は、海上自衛隊最大の艦船であり、F-35 ライトニング IIB 型を運用ができる。出雲、型護衛艦の最大排水量は、2万6000トン、11万2000馬力、速力は、30ノットを超えるほか、SH-60 キロ回転翼機9機と、MCH-101 回転翼機2機を搭載することも可能だ。帝国海軍の末裔である海上自衛隊は、早い段階から、空母建造の構想を持っており、2000年代に、最初の全通甲板型護衛艦であり、事実上のヘリ空母であるヒューガ型が登場すると、より大型で、新鋭のヘリ空母出雲と加賀の2隻が建造された。そして、現在、出雲型は、イージス艦と並ぶ海上自衛隊の顔であり、海自最大の艦艇である。また、固定翼機を運用できる本格的な航空母艦に改装され、海自の歴史に、色濃い足跡を残している。そして、出雲型護衛艦の特徴は、真珠湾奇襲攻撃やミッドウェー海戦に参加した旧日本海軍の正規空母、青井竜を上回る 250M の巨大な船体であることだ。艦隊の格納庫は最大14機収容可能で、整備機能も備えているため、海上浮遊型航空基地としても運用され、哨戒ヘリが常時飛行して、周辺の警戒態勢を作ることで、海上自衛隊の対戦哨戒能力の大幅な向上に貢献する。出雲は、同時に5機を駐機させることができ、高い対空戦闘能力を持つわけだが、大きな船体による機動力の制約から直接戦闘を想定しておらず、護衛を想定していることもあって、その運用能力は、最低限の自衛機能に止まっている。その代わり、通信設備や戦闘指揮システムの拡充によって、指揮機能が見事に強化され、艦隊機関としての役割を十分に果たすことができるようになった。その他の特徴として、大型トラック50台、人員400人の輸送能力、汎用護衛艦3隻分の洋上補給能力、集中治療室や手術室を含む35床の病室など、他の艦艇では、不可能な幅広い機能を、艦の大きさをフルに活かして実現している。この装備により、出雲は離島防衛における小型強襲揚陸艦として、また、場合によっては、格納庫に野戦病院を設置できるため、小型病院船としても機能する。出雲は、海自発の航空母艦に改装されたが、収益前から、空母化の噂があり、特に、格納庫と飛行甲板を結ぶエレベーターが F-35B ステルス戦闘機を搭載できる大きさだったことから、様々な憶測を呼んだ。先に進水したヘリ空母ヒューガは、軽空母を保有するための足がかりと見さされていたことから、まずはヘリ空母として建造し、国内世論や近隣諸国の反応を考慮しながら、およそ30年の耐用年数の範囲内でアップグレードするつもりだったのだろう。しかし、中国海軍の急速な軍事強化が目立ち、空母改造は当初の予定よりもかなり早く実施され、
出雲の収益からわずか3年後の2018年、F-35B 搭載のためのアップグレードが決定された。そして、正式に空母となった後、出雲は、主に、次の4つの改造を受けた。1、F-35B 戦闘機が発する熱を考慮して、甲板の耐熱性を、強化に、夜間着艦に必要な誘導灯の設置3、台形の船首を長方形へと変更4、空母の運用に適したレイアウトにするため、艦内区画を変更。このように、漫画、空母息吹に登場するジャンプデッキは、ソナーのある艦首の重量が増すと、全体のバランスに影響するため、空母舵には設置されなかった。A 空母クイーンエリザベスでは、航空機の離陸を補助するためにジャンプデッキが使用されているが、その大きさが邪魔をして、駐機スペースが狭くなっている。米海軍のアメリカ級強襲揚陸艦が、出雲と、ほぼ同じ全長で艦首が長方形で、ジャンプ台は採用していないが、同じ F-35B を搭載していることを考えると、海上自衛隊は、同盟国であるアメリカから空母戦闘技術を学び、同国の揚陸艦を参考にしていると推測できる。出雲の空母化の改修は、2025年までに完了する予定で、関西機 F-35B は、2024年から、宮崎県の新田原基地に配備され、合計42機が調達される。F-35B の搭載機数については、単独では、最大15機まで搭載可能だが、戦闘機以外にも、哨戒ヘリなどを搭載する必要があり、実際には、任務に応じて、各艦の搭載機数は増減する。また、水平線の関係で、水上艦のレーダーでは、遠方の艦船を探知することが難しいため、早期警戒機 AEW の支援が必要となる。そのため、米海軍の原子力空母には、固定翼の E2 警戒機が、イギリスのクイーン・エリザベスには、早期警戒ヘリコプターが搭載されている。しかし、出雲には AEW について言及されていないため、正確な役割は不明だが、次の3つの可能性が考えられる。1、陸上基地から運用される航空自衛隊の早期警戒管制機 AWACS に頼るに、英国空母に搭載されているような早期警戒ヘリコプターを導入3、V-22 オスプレイの早期警戒型である EV-22 の導入。ちなみに、空母、息吹は艦載型 AEW を使用していないようで、先ほどの位置で述べたように航空自衛隊に依存しているようだが、現代戦の勝敗を分ける冗長な早期警戒能力を提供するためには、やはり、独自の AEW が必要不可欠である。残りの選択肢として、V-22 オスプレイは、出雲で問題なく運用できるが、肝心の EV-22 は開発すら始まっていないため、現時点では、2番目の早期警戒ヘリコプターが、最も現実的な選択肢となる。F-35B を搭載した出雲型は、軽空母や護衛空母の仲間入りをし、南西諸島海域での航空戦力の展開や、有事の際の大東諸島から、小笠原諸島海域での防衛空白地帯において、重要な役割を果たすことになる。一方、海上自衛隊の悲願である初の空母は、運用面で言うと初の連続であり、中国海軍の空母、遼寧と同様、将来の次期空母建造に向けた技術蓄積のための練習空母でもある。大隅型空母以来、着実に空母保有への布石を打ってきた海上自衛隊は、空母、出雲、や、加賀の改善点を見出した上で、状況に応じて、次期空母のプログラムを検討するに違いない。しかし、人員不足が、深刻な海上自衛隊が、より成熟した空母を運用できるかは疑問であり、限られた人員と予算を有効に使うのであれば、潜水艦や多目的フリゲート艦の数を増やした方がいいだろう。いずれにしても、当面は、出雲型空母のノウハウが蓄積される中で、本格的な空母導入の是非を十分に議論すべきである。出雲、加賀は、今や、海上自衛隊のシンボルとされ、練習空母としての役割に加え、南シナ海やインド洋にローテーションで派遣され、日本のプレゼンスを示す外交的役割も担っている。戦後初の日本の空母として、南シナ海やインド洋を航行しながら、米国、豪州、
インドと共同訓練を行う意義は計り知れず、中国を含む近隣地域への情報伝達という、他の護衛艦にはない役割を担っている。旧日本海軍の時代を受け継ぐ海上自衛隊にとって、空母の保有は長年の夢であり、2009年3月に就役したヒューガ型空母の登場は、その夢の実現に向けた重要な一歩であった。ヒューガ型は、出雲型よりも、やや小型で影に隠れがちな面もあるが、本格的な空母となれば、F-35B 戦闘機の数だけ、哨戒ヘリの搭載数が減るため、対潜哨戒能力という意味でのヒューガ型の存在感は、今後、ますます重要になるだろう。アメリカが凍結したレールガン開発に、日本が完成間近で、極超音速キラーとなる情報をキャッチしました。今回は、日本が完成間近の電磁砲開発を詳しく見ていきますね。ロシアの極超音速は、偽物とわかり、中国の極超音速も、怪しい性能、今こそ使うべきだよ。2023年5月上旬、ロシアからの軍事侵攻にさらされているウクライナは、西側諸国からの兵器供与で受け取った PAC-3、パトリオトミサイルシステムによって、ロシアの KH-47M2 キンジャールを初迎撃したと発表した。ロシアの KH-47M2 キンジャールは、航空機に搭載して運用される空中発射型の空対空弾道ミサイルであり、これまで、ロシア側は、最大飛翔速度は、マッハ10以上に達し、回避軌道も可能なため、西側の持つ防空網では、迎撃は不可能と喧伝してきた。ウクライナの首都のキーウでは、この KH-47M2 キンジャールを、PAC-3、パトリオトミサイルシステムで撃墜した、視覚的な証拠も提示しており、ロシアのプロパガンダを否定できた、政治的な意義も大きいだろう。この KH-47M2 キンジャールが、従来ロシアが喧伝してきたようなマッハ10を超過する速度と、迎撃を困難とする回避軌道が、実際に可能であったのかについては、疑義の声すら聞こえてはいるが、これら、極超音速兵器への対処は、世界各国で課題となっている。日本においては、こうした、極超音速兵器の迎撃を担う、兵器の一環として、2022年度の防衛予算の中から、およそ65億円の開発費用をレールガンに投じており、その実用化が、実際、問題として、図れるのか否かに、大きな注目が注がれていると言える。レールガンは、現在の防空兵器として、主力と言っても、過言ではない対空ミサイルと異なり、本体にミサイルのような推進装置を備えておらず、どちらかといえば、従来の火砲のように、砲弾を射出するだけの機構の兵器に近い。従来の火砲の場合は、砲弾を火薬の炸裂する圧力によって打ち出すものだが、レールガンは、砲弾の射出に、火薬ではなく電気、電磁力を用いる原理の兵器であり、ミサイルと比較すれば、はるかに、一発あたりの単価が定額で済むとされる。レールガンは砲弾を電磁気の力、物理学の用語で言うところものローレンツ力で推進加速を発生させて射出する仕組みで、甚だ近未来的な雰囲気をまとってはいるが、その起こりは
1800年代中盤とかなり以前まで遡る。よって、1914年からの第一次世界大戦や、1939年からの第二次世界大戦時には、すでに、ドイツや日本といった国々で、レールガンの兵器としての開発が行われていたが、この頃の技術水準では、実用化は差とした場なったのが、実態であった。レールガンの構造は、画法における方針の代わりに、2本のレールを平行に設置し、その上に砲弾となる金属を置いて、レールの後端部分に電源から、引いた電極を接続するのみという、簡易な機構で成立させることができる。この状態で、2本のレールに通電させると、砲弾は、電磁力によって、先端部分へと、電磁力によって、推進力を得る形となり、物理的には、非常に平易な構造で、砲弾を射出するに足る力を発生させるものでとして注目された。こうした物理的な構造によって、レールガンは、その利点として、自ら飛翔するのに、必要な推進機関の内蔵不要であり、その分製造が安価で済むと同時に、火薬を用いた火砲の砲弾よりも、高初速で、かつ長射程を実現可能と考えられた。その反面で、レールガンの物理学的な弱点は、砲弾を射出する際の電磁力のエネルギーロスが課題であり、かつ射出に必要とされる電源から、大電流を取り出す必要があり、第二次世界大戦時には、砲一門に発電所を設ける必要があるとまで見さされた。こうしたレールガンを実現するためのハードルが緩和されたには、1960年代に入ってからで、電力供給用に単極発電機が使用されたことで、現実味を帯び、1980年代に、アメリカは、宇宙空間でそれを活用すべく、研究を続けた。アメリカでは、宇宙空間の軍事利用を推進すべく、SDI 計画の中で、レールガンの実用化を企図したが、19991年の旧ソ連崩壊に伴う、政界的な軍縮傾向の中で、下火となり、1990年代以後は、地球上での使用を前提としたものへと回帰する。アメリカ海軍では、イギリスの軍需関連企業大手の BAE システムズ社の協力を得て、2010年には、およそ 10kg 強の砲弾を打ち出すレールガンの試作に成功。2016年を目途に、水上戦闘艦に搭載する発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km を目指した。そして、2020年までには、その開発を終え、実際の水上戦闘艦に搭載してのみ、テストを行うことを期としていたが、この発射速度10発、分、最大射程距離およそ 160km という使用のレールガンの実用化には、少なくとも 25MW の電力を賄う必要が生じた。この当時、25MW もの電力を供給することが物理的に可能であった水上戦闘艦は、アメリカ海軍の中でも、新機軸の導入で、高コストが問題となり、わずか3隻の建造で、打ち切りの浮き目にあった。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦しか存在していなかった。ズムウォルト級ミサイル駆逐艦は、艦艇自体の運用に必要な電力を除いても、およそ 40MW の余力があるとされていたが、アメリカ海軍の主力艦である、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、同 9MW ほどしか、それがなかった。つまり、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、試作されたレールガンを稼働させるに足る電力供給が全く不可能であり、その実現には新たな蓄電システムの実装が必須だったが、そもそもレールガンの運用に必要な電子機器類の開発が容易ではなかった。そして、そうした課題にアーレイバーク級ミサイル駆逐艦とレールガンが直面している間に、実に射程距離でレールガンの使用をはるかにしのぐ、1000km 超級の極超音兵器が
世界的に出現する状況が発生してしまった。前述したように、アメリカ海軍が実用化を目指していた水上戦闘艦搭載用のレールガンの射程距離はおよそ 160km ほどしかなく、仮想敵国であるロシアや中国の対艦ミサイルの射程もはるかにこれを凌駕してきたため、その有用性は薄れていった。アメリカ海軍では、ほぼすべての水上戦闘艦に装備しているマーク 41VLS に対して、それに若干の改修を施せし、そこから運用可能な新型の迎撃用極超音速ミサイルを開発する方が、はるかに運用効率が高いと判断。事実上、レールガン開発は凍結に向かった。ただし、こうしたアメリカ海軍のレールガン開発の事実上の凍結という事態を見た中国は、技術力の向上によって、その課題を克服し、およそ 25kg 砲弾をマッハ7以上の速度で、射程距離約 250km まで高めていると、喧伝している。中国海軍では、自軍が開発を今後も推進するレールガンについて、その用途は沿岸部の防衛任務を想定している模様で、レールガンの砲弾の速度を生かした極超音速兵器への迎撃ではなく、敵艦敵の接近拒否用に位置づけているようだ。日本におけるレールガン開発は、口径 40mm の砲弾を初速 2000km 秒以上で射出し、レール自体の耐久性は120発以上を想定、最大で約 200km の射程距離を実現し、ロシアや中国の極超音速兵器の迎撃用途に使用すると目されている。レールガンの砲弾は通常の火砲と同様で、無論誘導装置等が内蔵されたものではないため、冒頭で述べた PAC-3 パトリオットミサイルシステム等と併用して極超音速兵器の迎撃の一環を担う兵装としての運用が構想されているのだろう。地対空誘導弾である PAC-3 パトリオットミサイルシステム等のミサイル一発の単価は少なくとも億の単位であるが、レールガンはこれが同200万円ほどと考えられていることから、はるかに安価であるのは間違いない。しかし、ロシア・ウクライナ戦争において、当時の西ドイツが敵の戦闘ヘリを排除するために開発したゲパルト対空戦車が対ドローン迎撃に効果を発揮していることを考慮すれば、安価な対空防御はこうした兵器の再評価も必要かもしれない。政府はトマホーク購入を決定しました。いよいよ自衛隊でも運用が始まるようです。今回は潜水艦でのトマホーク運用方法について考察していきたいと思います。2020年令和2年12月18日、政府閣議で、スタンドオフ防衛能力の強化が決定されました。1認識地対艦誘導弾をさらに長射程化し、多様なプラットフォーム、自発型、間発型、空発型からの発射能力を加えた1認識地対艦誘導弾能力向上型の開発を決定したのです。この1認識地対艦誘導弾能力向上型は、現在陸自が運用している地対艦誘導ミサイルである1認識地対艦誘導弾の射程を約 200km から 900km に約 4.5 倍も延伸、最終的には
1500km まで延伸したものとみられています。この巡航ミサイルには、長射程を実現するため、大型の展開型主翼を持ち、ジェットエンジンの作動領域の拡大、敵レーダーに発見されることを防ぐ RCS 低減のための、多媒体形状のエッジ処理、人工衛星を経由した対地上装置との間のデータリンク機能、マルチプラットフォーム化などの技術が施されることになっています。日本政府は、2024年度中には、地上発射型のミサイル配備を開始するようです。2022年、令和4年、12月16日、日本政府は、国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画という、いわゆる戦略3文書を採択しました。防衛費の大幅増額を含め、戦後の日本外交、安全保障、防衛政策を大きく転換することにしたのです。また、同じく、12月16日に、防衛力整備計画も閣議決定されました。ここでは、人認識地対艦誘導弾能力向上型、地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型の開発、施策を実施、継続することや、発射プラットフォームをさらに多様化すること、スタンドオフミサイルの運用能力を向上させるため、潜水艦に搭載可能な垂直ミサイル発射システム、VLS、輸送機搭載システム等を開発、整備することを明記したのです。また、陸自、海自それぞれに目標が設定されました。陸上自衛隊は、人認識地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保持すること、海上自衛隊は、護衛艦に、人認識地対艦誘導弾能力向上型などのスタンドオフミサイルを搭載、また、水中優勢獲得のための能力強化策として、潜水艦に垂直ミサイル発射システム VLS などを搭載した上でスタンドオフミサイルを搭載できる垂直発射型ミサイル搭載潜水艦の取得を目指し開発することも明記されているのです。防衛装備庁ではこれらに対応するためスタンドオフミサイルの水中発射技術、海面離脱及び飛翔技術などの技術的課題を解決するため2026年度、令和8年度から2027年度、令和9年度までに各種試験を実施し、ミサイルの性能を確認する予定としています。最終的には、潜水艦発射型誘導弾装備を2028年、令和10年から建造される潜水艦に搭載する予定だったようです。事実、防衛装備庁は、2023年3月13日、潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務を公告し、技術検討を担当する企業を募りました。つまり入札ですね。この技術検討とは、名前の通り、潜水艦の船体から垂直に巡航ミサイルを発射することを視野に入れた検討の一環とみられ、広告文には、国産潜水艦に適合する VLS、垂直発射システムの設計、製造にかかる技術課題、課題解明のプロセス等の検討と表記されています。近い将来、海上自衛隊においては、VLS、垂直発射システムを搭載した潜水艦が実現する可能性を示唆しているようです。改めて説明します。潜水艦から発射される巡航ミサイルには、魚雷発射艦から発射するタイプと、VLS から発射するタイプの2種類があります。魚雷発射艦から発射する巡航ミサイルの場合、艦内の弾庫スペースが限られている潜水艦では、搭載可能なミサイル数や魚雷数が小なるというデメリットがあるのです。その点、VLS から、発射可能なミサイルを装備した潜水艦では、巡航ミサイルを数多く搭載できますし、短時間での連続発射が可能になって、飽和攻撃時に有利になるといったメリットがあるのです。
その一方、VLS を数多く搭載するためには、大きな船体が必要になりますし、加えて、射撃管制システムが複雑になるというデメリットもあるのです。VLS を搭載している潜水艦は、アメリカ海軍の原子力潜水艦など、世界の戦略ミサイル原子力潜水艦に見られます。韓国の通常動力型潜水艦鳥山安正弘級にも搭載されています。しかし、海上自衛隊においては、2023年現在、保有はしていません。潜水艦用垂直誘導弾発射システムに関する技術検討業務の中で、どのような形でミサイルの水中発射を研究していくかが話題になっているようです。2022年10月29日の読売新聞の記事には、政府は長射程ミサイルが発射可能な潜水艦の保有を目指し、技術的課題を検証する実験潜水艦を新造する方向で調整に入ったとあります。しかし、それでは時間がかかりすぎるという課題があります。だったら、現在保有している潜水艦で試験を実施すべきではないかという意見があるのです。2023年現在、海自の最新鋭潜水艦は、通常動力型潜水艦としては、世界トップレベルの静粛性と潜航能力を誇る対ゲイ型で、1番艦対ゲイと2番艦枠ゲイが就役していますが、ネームシップである1番艦対ゲイ派当初建造中から、試験潜水艦として、種別変更されることになっていました。今までは、就役中の潜水艦に、新しい装備を搭載する場合、持ち回りで試験を担当していたのですが、稼働日数が減るので、任務の割り振りが難しくなっていくという問題が発生しました。そこで、試験日数を短縮させるという狙いもあるそうです。そのため、この対ゲイに VLS を搭載して試験することで、より早く試験ができるのではないかという意見があるのですが、やはり、いくつかの問題は指摘されています。現時点では、対ゲイは、横須賀基地の第2潜水隊群第4潜水隊に所属しています。もちろん、試験潜水艦に種別変更されていないので、対ゲイで、VLS の試験が実施される可能性は低いでしょう。また、12式地対艦誘導弾の全長は 5M で、アメリカ製の艦対地巡航ミサイルトマホークなら、長さ 6.25M ですが、トマホークよりも、射程が長い12式地対艦誘導弾能力向上型では、全長が 7M から 8M にもなる可能性があるのです。対ゲイ型の喫水は 10M なので、もう、一回り艦隊を大きくする必要が出てきます。また、VLS を搭載するには、艦内区画を大きく変更する必要がありますが、潜航時には、強度が命となる潜水艦で、途中から VLS を搭載するのは危険なので、潜水艦関係の専門家からは、最初から、搭載を前提として、新たに設計すべきとされているようです。また、VLS では、内径が一定なので、搭載できるミサイルが制限されることになってしまいます。昨今のミサイルの発展を考慮すると、あらゆる種類のミサイルに対応可能な発射システムにしておくことが、後々有利になることは、想像がつきますよね。そこで、アメリカ海軍のバージニア級攻撃型原子力潜水艦のブロック5に、VLS に代わって、並走モジュール VPM、バージニア、ペイロード、モジュールを搭載するべきという声が上がってきました。固定式の VLS ではなく、バージニア級原潜ブロック3以降から採用されたバージニアペイロードチューブ VPT
あるいは、ブロック V 以降での採用が始まった、新しいバージニアペイロードモジュール、VPM のようなモジュールチューブ方式を採用するということです。そうしておけば、VLS のサイズに制約を受けることなく、新型ミサイル開発を進めることができるはずです。しかも、特殊部隊の出撃、回収に必要なエアロックや水中機材を保管するための格納庫としても活用できますし、最近注目を集めているブラックウィングなどの水中から発射できるドローン航空機を導入することになったとしても、対応は可能になると思われます。VPT は直径 2.2M のミサイル発射管に複数のミサイルを収納可能な間 MAC を挿入したシステムで、 MAC には6本の発射管があり、それぞれトマホークが装填可能です。トマホーク以外のサイズの異なるミサイルを搭載する場合は MAC ごと入れ替えることになります。また、VPM は、VPT を4本直列配置したモジュールで、VPM 用の MAC には、トマホークを7発挿入できるので、4×7 で、合計28発が装填可能とされています。これらは、バージニア級から、トライデント用の VLS を回収して搭載されたため、その名前に、バージニアと冠されているのです。前世の名前を継続して使用しているということですね。以上、前述の通り、日本の潜水艦から長射程巡航ミサイルを垂直発射するのであれば、時間がかかるとしても、これらを搭載した新型潜水艦を設計することが得策と見られています。